の配置です。今回は一つ、質問をいただいたので、それに答えていこうと思います。で、今自分がですね、高校受験対策っていうことで、実際に都道府県で、出された問題っていうのをピックアップして、動画撮ってるんですよね。で、それをやってるので、こう来た質問だと思うんですけど、都道府県名も出してるんですよ。何県って出してるんですけど、自分の都道府県、例えば、じゃあ群馬、自分群馬なんですけど、群馬に住んでたら群馬県以外の過去問やる意味ってあるんですかっていう相談をいただき、質問か、をいただきました。どうですかみんな聞いてみて。そんなこと考えたことなかったよって方もいるかもしれないんですけど、もしかしたらそう思ってた方もいるかもしれないですよね。で、自分結論から言うと、いや、意味はあるよね、と思ってます。意味があると思って投稿してるし、と思ってるんですよ。それを思う理由っていうのをちょっと話していきます。でですね、自分の現役の時、中3の時ですね。その時、ネットなんてなかったので、今みたいに今ネットで調べればさ、過去問なんていくらでも見れるんですけど、なかったんで、でも実際群馬以外もやってたんですよ。埼玉と東京かな。で、自分が住んでたの、育ったのが、群馬県の明和町、明和町っていうすごい田舎町があるんですけど、そこに住んでて、そこ利根川が流れてるんですよ。その利根川を越えるともう埼玉県なんですよね。埼玉県の隣接してるとこで育ったんですけど、で、だから埼玉県の過去問入手しやすくて、で、入手したのか友達に借りたのかちょっと忘れちゃったんですけど、群馬県自分は実際に終わってたんで、じゃあ埼玉県もやってみようと思ってやってました。で、あとは、自分父親が東京、都内に仕事で行ってたんで、ちょっとお願いして、その都内で売ってる、書店で売ってる過去問買ってきてもらって、東京ともちょっとやってたんですね、実際に。で、別にその当時は、別に意識高い系でもなかったし、そんな学力があったわけじゃなかったんだけど、ただ興味本位、やってみたいなと思って、同じ問題群馬のずっとやってもめんどく、やだし、みたいな。繰り返し学習が大事って言ってるんだけど、当時別に、もうめんどくせえなって思ってた人間だから、群馬やるんだったら埼玉とか東京やろうかなと思ってやってたんですよ。で、今ね、塾講師も経て、で、今こういう活動をさせてもらってて、今思うんだったら絶対やった方がいい。他の都道府県を。で、これは、いくつか理由があるんですけど、まず、自分が勉強した内容の類似問題とか似た問題っていうのが、受験本も出たらラッキーじゃないですか。出てほしいじゃないですか、できれば。でも、それは期待値は上げない方がいいです。出てほしいな、出たらいいなって期待しておくと、実際問題を知られた時に出てません、全然見たのねえじゃんってなったら、ズンってなるの、へこむからね。そうなってしまうんだったら、期待値を低くしておくの。出ねえよなーって、出たらラッキーぐらいだよねって期待値を低くしておいて、実際出たら、やばい、出たらラッキーって、あの時やった問題じゃんってなった方がテンション上がるから、絶対そうしておくください。ちょっと話それましたけど。で、実際に、中学校で勉強する内容と、高校で勉強する内容があるじゃないですか。で、比べた時に、中学校の勉強内容ってめちゃくちゃ狭いんですよ。高校に比べれば。大学受験に比べれば勉強する内容ってめちゃくちゃ狭いのね。それが、勉強狭いんだからもっと頑張れよって話ではなくて、中学生っていう年齢に応じてもちろんね、幅が狭くなってるわけだけど、狭いだけに、いろんな問題やっていくとパターン化されていくの。そんなにね、多くないパターンが。いろんな科目においてもね。だから、類似問題って言ってしまうとね、出ることを期待しないでほしいんだけど、出やすいんですよ。いっぱいやっていくと、いろんな問題やっていくと、あれこれあの時の似てんな、みたいな。起こるんですね。で、例えばみんながじゃあ、群馬県で例え話しちゃいますけど、みんなが住んでる地域の過去問やるじゃないですか。多分みんなが住んでるとこはやると思うんで、本で買うかネットで調べるかわからないですけど。で、やった時に、例えばじゃあ3年4年ぐらいやるのかな、過去問。で、4年間やったとして、その4年間分の過去問に載ってる問題の類似問題って出しにくいんですよ。出されにくい。なぜかっていうと、問題出題者、問題作る人がいますよね。作る人たちからしても、類似問題出てんじゃんっていうのはやっぱりしにくいわけですよ。どうしても。で、だってその群馬に住んでたら、群馬県の過去問みんなやってくるのは分かってるわけだから、出しにくいですよね。だから、もし類似問題に期待するってところをちょっと、物差しにしちゃいけないんだけど、そこで考えた時に、もしそこで考えるんだったら別の地域をやったら絶対にいいんだよね。他の都道府県をやった方が類似問題出やすいわけ。で、だから、自分の都道府県だけ、都道府県やることも大事だよ。出題傾向っていうか、こういう風に出してくるんだって、大問が何個あるから、もう時間配分とかね。大問6個あるから、1個の大問で、10、8分ぐらいか。じゃ大問1で5分で終わらして、大問2でこのぐらいで終わして、大問6が大変だから、ここで時間を使おうみたいな。作戦を立てれるから、もちろん自分のところやるのは大事なんだけど、いろんな問題の経験値を使えと、経験値をなんだ、積み重ねるというか、経験するっていうことを考えたら、やっぱりいろんなところやった方がいい。実際に今自分もいろんなね、地域の問題やってるんですけど、そんな出し方しますかみたいなあるのね、実際。こういう出し方受験で済んだ、初めて見たわ、とか普通にあるの。これ、結構問題やってきた自信があるんだけど、それでもあるのね。だから、もちろんみんなが見た時に、こんなうちの地域とかうちの都道府県出ねえと思うんだけどってなるかもしんないけど、
出ないかもしんないけど、でも出ないって保証ないよね。出るかもしんないじゃんっていう話なの。パーセンテージで言った時に、まあ、低いと思うけどもちろん。だから、いろんな問題を経験するっていうことは、絶対にみんなの力になるのね。もちろん、復習して自分でできるようになったっていう、そこまでが必要だよ。その努力は必要だけど、そういった面で考えたら、自分はやってもいいんじゃないかなと思います。ただ、やれっていう。やれよみたいな。は思わない、そんなことは。なぜかっていうと、それは別にみんなの考え方だと思うのね。だって、無駄な勉強、無駄だとは思わないけど、そう思う方もいると思うんで、他の都道府県やることが無駄だと思えばやんなきゃいい話なので、別に自分の動画投稿っていうのは、投稿したものを絶対見なきゃいけないってものではないよね。選択肢は別に、この選択肢があるけど、どうやってみるかいっていう話だけなので、まあ、気になる、この話を聞いてね、もしやる気がなくなったっていう方はちょっと申し訳ないんだけど、それで、あ、そうか、じゃあちょっとやってみようかなと思う方は、ぜひぜひ自分の都道府県だからとか関係なしに、例えば、まあなんだろう、この単元が苦手だからこの単元ちょっとやってみようとか、一応難易度も今ね、書いてあるので、あ、レベル2ぐらいか、じゃあその俺たちやってみようかなとか、俺気になる問題を経験値を積み重ねるってところを観点にして、ぜひ頑張ってもらえたらと思います。